歌手大江裕が札幌で路上ライブ。投げ銭額がすごいことに。すげえな。さらに秋の行楽シーズンに行きたい人気観光地のホテル、宿泊費が一番高いのはどこ？全国3カ所の人気ホテルにスタジオメンバー大混乱。うわちょっとこれどう？いくらかわかるかね。土曜夜8時54分。ここからは YouTube 先行配信。スタジオゲストの King&Prince 永瀬廉さんと満島真之介さんに番組で調べてほしいお金にまつわる疑問を聞いてみました。さあ今日はですね、出演者の方々に調べてほしいお金にまつわる疑問を考えてきていただきました。視聴者の皆さんもですね、お金に関する気になることがありましたら番組ホームページで募集しておりますので、ぜひ投稿お願いいたします。お願いしますね。まずは永瀬君。はい、はい、ドラマとかによくあるハイブランドのお店のこっからここまでくださいっていくらなんだろうっていう。おいくらかってわからないです。こっからここまでちょっと気になる。いくらなんやろ。しかもハイブランドってなるとなんか思ったより安いのか高いのかっても全然わからないの。確かに。やったことは？もちろんないっす。永瀬君ない？ないっすよ。できるっちゃ、まあできるじゃない。でもできないっすよ。できるまだな。できるま。できるま。なんかちょっと気になりますね。これは。まあでもブランドによるしな、棚にもよるし。そうですよね。そうだよね。だからちょっとできなさそうですね。やる気なさすぎ。もうちょい考えてくださいよ。棚にもよる。さあ続いて水島さんも何かある。僕はね、はい、結構まあ運動が好き で、はい、で最近まあ俳優さんとかもやっぱトレーニングしたりとか、はい、芸人さんもなんかすごく筋トレしたりとかする人たちって増えてるじゃないですか、はいはいはい、大きなフロアのジム、はい、何もないところから全部機材を入れて、はい、ダンベル、はい、こういうなんかあるじゃないですか、こう、はい、スミスマシンだ、はい、なんかこういろいろね、はい、走るやつとか、はい、全部合わせて、はい、あれいくらなの。はー確かに気になるのよ。なるほど。めちゃくちゃ行くでしょ。多分めっちゃ行くと思うんですよ、ね、うん、高いと思いますよ。高いでしょ、だいぶ多分、ね、うん、で中山きんに君がジム立ってたじゃないですか、はい、あそうなんですか。へえ、すごいなんか最新のマシーンを入れて、なんか世界一のジム作ったんだみたいなのをなんか SNS に前上げてた気がして、だからいくらぐらいかかったんだろう、ね、めちゃくちゃ気になってるんですよ。まあそれはでも興味は確かにあるね。あれ結構初期投資が全てだと思うんで。確かに、うん、筋肉に聞いたらでもすぐ分かるか。そんなん言うな。そんなん言うなよ。いやあえてなんか番組でできそうな感じするじゃないですか。こうね、筋肉呼んでね、ここでね、ちょっと揉みます。揉ませてください。おしおしおし、すごい。おしおし、それぞれ。おしおしおし、永瀬くん、満島さん、それぞれ揉ませてください。毎回、いや毎回聞くだけ聞いて絶対やる気ないよね。ただまだ番組始まったばっかりですから、それは採用される可能性ありますんで、ね、毎週番組チェックしておいてください。よろしくね。ときめく時を TBS